古見岩上です。よろしくお願いします。たびたび日米同盟の定義についてご質問させていただいているんですけれども、若干まだ納得できないと言いますか、理解できないところがありまして、繰り返し重ねての質問なんですが、アライアンスということをきちんとどういう意味で、定義するのかというふうに調べてみると、やはりブリタニカなんかを見てもですね、共通の敵をに対して、軍事的な同盟を結ぶことというような、やはりそういう非常に絞られた軍事あるいは安全保障に絞られた定義がやっぱりノーマルといいますか、普通のものであるというふうに思われます。で、軍事同盟のこの同盟の進化という深めるということを岡田大臣は例えば環境とか他の分野でも協調環境を広げていくことというふうにある意味この解釈し直されているわけですけれども、それはディープリーなのかそれともワイプリーなのか、もっと拡大していくということを意味するような気もいたします。で、これも大臣の広げていくという解釈の仕方がアメリカ側はそのままそういう同じ認識でいらっしゃるのか、それともアメリカ側は進化していくことというのは実はその軍事同盟の部分をより深めてより強固なものにして、アメリカの国際軍事戦略に役立つ関係を構築しようというつもりでいるのか、もしそこの解釈にズレがありますと後々ですね、やはりどこかで問題が生じてくるんじゃないかなというふうに思います。大臣の認識と同時にアメリカ側の認識はどうであるのかを教えてください。日米でその認識に差はありません。ありません。あとは今おっしゃった中で、だからアライアンスというものの定義がおっしゃったようなことだとすると、それを同盟と訳すのはミスリーディングになって、軍事同盟というふうに訳すべきなのかもしれません。我々が使っている同盟というのはもちろん安全保障の観点が中心になりますが、それにとどまるのではないと、そういう前提的なことです。他に単独スパイとかあるんですか。他に単独スパイとかあるんですか。私の方に一度だけキャンベル国事官とかデルフさんとか一度だけの日米同盟進化の基本レベルでの協議を実務レベルでの協議はもうすでに始まっておりますので、今回でスタートするという位置づけではありません。しかし、まだ1月13日にスタートをさせると決めて日も経っておりませんから、全体のこう枠組みそういうスケジュールでどういうことを議論していくかということについて、ざっと議論すると、そういう会合になると思います。やっぱり関連の質問です。トロス氏の質問です。ケジムラベルの安全保障関係ですけど、キャンベル次官補は記者会見の私の記憶だと、今回のマルシュ選挙を受けて、日政府がどう努力していくのかということを聞きたいということを言われたと思いますが、これに対してどのようにやっていただけるのか。私は予定ありませんので、私自身が何か考えているわけではありません。ただの国会答弁で答えているような、そういった答えになるのではないか。関連してということなんですけど、今日 の外交演説の中で、まず不正な問題について5月末までに、政府として決定する、その上で、地域協定とか同盟や予算について、取り組むというような、その上でというおっしゃり方をおっしゃっていましたけれども、ということは、例えばその今度の日米同盟の進化の話し合いの中についても5月に FN 問題の新しい施設先がアメリカとともに決定ができなければ、思いやり予算であるとか地域協定の改定の、テーマについては提起しないということでしょうか。
いや、あの自分的には並行してある程度話はスタートするというふうに思います。ただ私のレベルで考えると、やはりまずテーマの解決の問題をきちんとしてポジションを確保した上でやりたいと、まあ、そういう思いです。フリーの岩上です。関連して、ご質問させていただきます。日米関係のその、まあ、危機感とかですね、あるいはまた逆にその安定感にかかることなんですけれども、去年秋からですね、年末にかけて大変報道がですね、どこも日米関係は危機にある、あるいは日米同盟は危機にあるというようなことが繰り返し報じられたり論じられたりしてきました。この継続的に会見に来ていてですね、大臣の発せられるメッセージはそう変わらないわけですけれども、報道の感覚といいますかね、が随分今年になってあったりと、先日大臣自身が静けさという言葉を使いましたけれども、とても静かな状態になっております。またアメリカの高官も日米関係は揺らいでないというようなメッセージを発せしたりしております。この、まあ、日米両政府が出しているメッセージと実際のこの報道との差ということについて改めてですね、どのようにお考えになるか、お聞かせいただけますでしょうか。なかなかこれも難しいご質問なんですけど、まあ、私はある程度緊張感あったとは思うんです、率直に言ってですね。ただまあ、やや我々が思っているよりも、いやというかかなりですね、報道が集中したというふうには思います。まあ、いろんなこう人がいろんな発言をする中でどれを取るかという判断があると思うんですけれども、まあ、私よく言うんですけれども、やはりオバマ政権やあるいは鳩山政権に対して、まあ、なるべくこう批判的というか、まあ、支持が下がればいいと、まあ、分かりやすく言うとですね、まあ、そういうふうに思う人たちの発言もあれば、違う立場の発言もあるわけで、まあ、その中のどれを採用するかということで、まあ、報道が決まってくるわけです。まあ、そういうことについて、まあ、私はアメリカのメディアも特に最近ですけども非常にバランスが取れた報道をしているというふうに思います。すみません、ちょっと関連してよろしいですか。続けて申し訳ないですすみません、立て続けてフリーの岩上です。今おっしゃられたことにまさに関連してなんですけれども、一時的に実際には緊張感のあった時期もあるというのは、具体的にはいつの時期であって、またそれが好転してきたのはいつの時期なのかということと、それからあと、まあ、オバマ政権あるいは鳩山政権に対して批判的な支持率が下がればいいと思っている勢力というのは日米それぞれにあると思いますけれども、具体的にはそれがどのような勢力を指していらっしゃるのか言える範囲で教えていただければと思います。まあ、ですが政党で言えばね、共和党を支持する人たちであり自民党を支持する人たちということになるでしょうね。具体的な名前は申し上げませんけど、しかし、まあ、世の中でそういうことは当然つきものでありますので、さまざまな立場があるということは、まあ、そういう中で、バランスの取れた報道がなされるかどうか、これは、まあ、メディアの判断の問題だというふうに思います。それから遺伝実として緊張感があったという時期と、まあ、それが好転してきた時期というのは日頃のことでしょう。まあ、なかなかこれは政府同士の、まあ、実際の話ですので、まあ、言いにくいんですけど、まあ、私の感じだとやっぱり11月頃ではないかと思いますね。はい、緊張が、まあ、一番そういう意味でね。それから、その緊張がここに、まあ、私シンガポールでクリントン長官と会った時には、まあ、かなりこういろんなことを申し上げました。まあ、テーマの話も出ましたが、それは一部で他のグローバルの話とか異国家の話をかなりしましたので、もうあの辺りから私としてはだいぶ変わってきたなという、まあ、そういう認識をしておりました。